こんにちは、土のディレクターのさゆりです。今日は歴代レオタード人気投票の結果発表ということで、3回にわたりまして、あの復刻版のねレオタード制作のために、あなたが選ぶスティナ10年間の奇跡レオタード人気投票をやっておりましたが、延べ4000人のねお客様方がね、あのこの投票に参加してくださいました。ありがとうございます。ということで早速結果を発表していきたいと思います。まず第1回目ですね。第1回目結構ちょっと分かりやすかったかなと思いますけど、皆さん何だと思いますか？チューリップ、赤の千鳥、黄色のねお花3つ、その中からベストファブリック人気投票ということだったんですけれども、みんな何だと思いますか？もう分かる？分かるよね。じゃじゃーん、はい、ファブリックで選ばれたのは第1回目チューリップでした。ということで、これは結構ね分かりやすかったんじゃないかなと思います。皆様ご投票いただきありがとうございました。そしてね、型もね同時で選ばれたやつもタイプ H ハーフスリーブでーす。タイプ H ハーフスリーブーということで、これもねディレクターズラインの中ですごいもう1位2位を争う大人気な形でしたので、結構ね分かりやすかったかなと思います。ということで第2回目の結果発表いきたいと思います。第2回目もこれもなかなか分かりやすかったかもしれないけど、ブルーローズと、クローバラドットとピオニーのワインですね。これね圧倒的第1位でした。ということでじゃじゃーん、これですよね、ファーストオリジナルファブリックピンクローズでした。はい、でね型がね結構これ混戦だったんじゃないかなと思うんですけど、型はタイプ S フレンチでしたね。はい、こちらです。タイプ L、タイプ F、タイプ S のねあのラインナップだったんですけど、タイプ L とタイプ S が結構ね争ってたんですけど、最終的にはタイプ S が選ばれました。ということでじゃあ3回目、第3回の結果発表ですけれども、これ結構みんなね悩むかなと思ったのが、ダスティーピンクローズと、あのネイビーのね白いお花とライトブルーフラワーかですね。皆様に選ばれましたベストファブリックはじゃじゃーん、こちらでーす。はい、これだったの。私結構まあ、これ人気だったけど、これかこれなんだっていう感じだった。あのダスティーピンクローズと結構悩むかなと思ったけど、割と圧倒的第一位でした。で形はこれねすごい私的に意外だったということで、ベストレオタードタイプ I ドロップでした。はい、タイプ O かなと思ったけどタイプ I がねなんと選ばれたので、結構私はこのファブリックはね割とまあ予想通りだったんですけど、形は結構意外なものを皆さんに選んでいただいて、これからですね3柄とこの3型をミックスさせて、私が、オリジナルの復刻版レオタードを制作いたします。なのでどのね組み合わせ、どの形とどのファブリックが組み合わさってまたパワーネットがついたりとかで、どんなねアイテムが出来上がるか、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。ご投票いただいたねお客様には、まあ、抽選でねプレゼントを差し上げますって言ってたんですけれども、これもプレゼント当選者の発表もねぜひお楽しみにしていただきたいなと思っております。ということで皆様ご投票いただきましてありがとうございました。じゃあ出来上がりをお楽しみに。バイバイ。